はい、どうも、おでこのかんだりょうご。はい、のぞうと申します。あのね、直近でね、極激辛ペヤングの一味プラスってやつ、まあ、最近発売されてね、まあ、多分話題になってるんじゃないでしょうかっていうやつを、まあ、これなんですけど、これね、先日僕、一箱食いまして、食ったはいいんですけど、まあ、普通に辛かったっすね。やっぱ、極激辛シリーズはね、うん、やっぱ辛いは辛いっすね。一応僕激辛は得意としてる方なんですけど、まあこれ食った時にまあまあ美味しさを感じれなかったんですよ。でもちょっとね、悔しいというか、不完全燃焼なんですよ。ただただ、ヒーヒーって終わった感じなんで、なんかね、物足りないなっていうのがあって、今日はちょっとこれをね、なんとか美味しく食べたいなっていうことで、一応これもね、一商品なんで、ペヤングって、美味しい商品なはずなんですよ。だからね、こいつとしてもこのまま終わるのは不服じゃないだろうかっていうことで、まあ今日はね、この焼きそばメーカーを使ってちょっと僕なりに一手間加えながら食べていこうかなと思います。はい、ここにね、プレートを用意しまして、でまずね、本当なら水を使いたいところなんですけど、まあ先にね、ちょっとこれ入れちゃいます。これを入れまして、はい、このリンゴジュースね。これを使いますよ。これをね、投入して、まあ全部は入れなくていいですね。この麺にしならせる感じに入れまして、こんなもんかな。で、余ったやつは、俺が飲むと。あ、うめえ。100% うめえわ。はい、スイッチオン。あ、そうだ。火薬もね、ちゃんと入れないと。あ、そう。火薬もね、まあ、なんか、わかる？この、唐辛子みたいな。あの、真っ赤なやつ。よくあるやつね。が入ってるんで、やっぱね、もうすでに火薬から違うと。はい、ちょっとね、ちょっと沸騰してきたんで、徐々にかき混ぜていきたいと思います。失礼しました。めっちゃいいやん。めちゃめちゃいいやん、これ。ある程度しなってきたんで、ちょっとね、ソースを加えたいと思います。まあこいつね、うわ、やばいぞこれ。このソースがえぐいんだよ。ある程度混ぜたら、チーズをね、このベビーチーズを2個で、卵、やばい、割るのが下手くそすぎた。いや、マジか。思いっきり殻が入っとるやん。で、この辺で火止めようか。で、仕上げした味付けに、塩コショウ。はい、完成ですかね。まあ、はい、こんな感じですね。すごい、なんかようわからん料理だな。チーズを絡ませていただきたいと思います。めっちゃうまいけど、カレーな。
やっぱ辛いは辛いな。でもうまい。それね、卵とチーズと、あとなんだ？リンゴジュースだからね。まずいわけはないんだよ。でも辛味は、もうちょいマイルドになるかなと思ったら、あんま変わんないですね。でも食べやすい。うん、うまい。これ流行ってもいいレベルだぞ、マジで。てかね、前から持ってたけど、カップ麺に、カップ麺とか、その即席カップ麺とか、焼きそば類に、お湯じゃなくてリンゴジュース入れるのね、すごい美味しいんだよ。もう俺だけかもしんないけど。なんか、味にマイルドさがすごいついて、まだ新食感のカップ麺って感じ。いや、うまっ。本当に辛いのが苦手な方は、ちょっときついめ、きつめかもしれないけど、まあ、試してみる価値はあるかと思います。いや、これはね、今、気分いいわ。目的は達成したからね、美味しく食べるっていう。はい、じゃあそんな感じでね、視聴者の方には、これを参考にしていただけたらなと思います。では、以上で動画終わります。スリンポ！